では始めていきましょう。ファンキー加藤がアンタッチャブル柴田の元となったブリフリン騒動ということで、まあ、衝撃的な話題が入ってきました。元ファンキーモーキーベイビーズのボーカルで、現在はソロ歌手のファンキー加藤が、我コンビアンタッチャブルの柴田の妻 A さんとダブル不倫し、妊娠させていたことが、6日明らかになりました。加藤の所属事務所は書いてあることは全て事実ですと、不倫を認めたということにですね。で、柴田さんの元妻が、まあ、もともと、離婚した経、離婚した理由というのが、この、ファンキー加藤との、不倫、不倫というか、まあ、恋に落ちたので、まあ、離婚となっています。まあ、そんな、ファンキー加藤ですが、彼はもう、子持ちの、まあ、家庭を持っていたんですけども、まあ、そんな中、柴田の元妻にですね、を、まあ、子供がいるとは知らずに、また面白いのは、ファンキー加藤と柴田自身は友達同士だったのに、元妻の存在がよく分かっていない。で、ファンキーカットの方が、柴田の元妻に、まあ、言い寄ったということになっています。まあ、それに対してですね、まあ、柴田さんが、まあ、神対応をしたということで、現在結構話題になっているんですが、結局これって、まあ、ファンキーカットも元妻も、柴田も、まあ、みんな悪いんじゃねえかっていう感じになってるんですが、唯一なのは、そのファンキーカットの奥さんだけはちょっとかわいそうだなと。というのもですね、まあ、もともと、その、この、柴田ですけども、まあ、以前にですね、事件を起こしていまして、まあ、そもそも、この元嫁ですか、元嫁と結婚した経緯も、ちょっと怪しいなと、ってなっています。っていうのもですね、元嫁とは、まあ、17歳の頃から、まあ、付き合っていたと。で、まあ、年齢5、6歳下の元ダンサー。で、どうも、できちゃった結婚っぽいんですよね。で、そのできちゃった結婚に対して、まあ、アンタッチャブル柴田は、まあ、あまり結婚したくなかったと。まあ、芸人さんですし、柴田さんは29歳。元嫁が23歳ぐらいの話なんですけども、まあ、それにあたって、まあ、結婚するために、まあ、弁護士を立てたと。元嫁の方が弁護士を立てたという、経緯があります。まあ、そんな、中で、まあ、あったんですけれども、そんな中ですね、柴田さんと元嫁の方は、もう結婚当初から別居婚みたいな形だったんですね。で、まあ、本当に月に一度ほど、電話とか子供の、面倒をするぐらいで、まあ、ほとんど関わってなかった。まあ、そういう、経緯もあります。で、まあ、彼は、まあ、一時期ですね、干されてた時期もあるんですが、それは、その結婚した後に、元カノと、まあ、会って、まあ、いい関係になって、それに対して、脅されたとか脅したみたいな話になり、まあ、警察沙汰にもなったんじゃないかということで、まあ、事務所側の社長は、謹慎処分ということで、まあ、姿を消していたということもあります。なので、まあ、もともとから彼は、女性関係がちょっとぐちゃぐちゃなんですよね。なので、まあ、そういう話も含めるとですね、まあ、ファンキー加藤も、まあ、奥さんは、まあ、まあ、ちょっと不倫をしてたわけなんです。不倫をした結果的に不倫なんで、すぐダメなんですけど。
それぞれがですね、もうみんな、ぐちゃぐちゃだったと。という風になっています。ただ一つ言えるのは、まあ、今回の騒動で、ファンキー加藤の、彼の、今まで築いてきたイメージが、まあ、全部壊れたということと、アンタッチャブル柴田の場合は、今までごちゃごちゃってイメージがあったのに、まあ、最後の対応で、ちょっと株を上げたなみたいな感じになったということでしょうか。以上になります。